薄いところじゃない、大体は。そうですか。なるほど。あの、キャッチャーのベスト5を挙げると今、うん、ベスト 5? 今ベスト5言ったらちょっと難しいな。まあ、例えば甲斐がいたりだとか坂倉がいたりだとか、だから一人ずつ言ってくれたらどういう感じのキャッチャー書いて説明できるけど、まあ、じゃあ甲斐が賞にありつけなかったでしょ、うん、あれだけ試合数を誇ってるのに。それはゴールデングラブはありつい取られたから、打率が2割3厘かなんかだとそれは無理よ、ベスト9は。まあそれはもちろんベスト9はだから、でも130試合ぐらい出てるでしょ、取ったんだから、はい、72試合以上出ればゴールデングラブ賞取れる、半分以上出たら取れるんだから。甲斐がやっぱナンバーワンと言われた時期あったじゃないですか。あったよ。それからやっぱ達川さんの目から見ると落ちたですか、うん、いや落ちてはないけど、バッティングはもう全然ダメだし、途中で交代させられたりしてるから、やっぱキャッチャーはね、極端に言って優勝したらほぼね、どっちが取れる、うん、ほぼ今回でも優勝したチームからオリックスから両方出てるし、うん、でゴールデングラブもだろ、まあ大城がベスト9取ったけど、うん、まあだからフルタクラスになったらもう全然違うけど、 B ランクの早稲田みたいなキャッチャーだったら優勝したらもうあのご褒美にもらえるよ。で勝ったらキャッチャーだったら、勝ったら評価される。まあまあもちろん勝たせなきゃいけないんですよね。そう、リードがいいとかね言われるの、うん、はいはい、うん、いやでもやっぱオリックスのキャッチャー2人、うんうん、まあ、その若月と森っていうのがいますけど、うんうん、レベルが高いですか。若月は高い。若月はね、やっぱり地形は強いし、うん、キャッチングうまいし、ワンバウンドを止めるのうまい、うん、あ、そうですか。それであのピッチャー返すリズムもうまい、うん、こんなボール返さない、はあ、こういうボール返す、そうですね、やっぱりリズム乗りやすいよね、うん、なんかこう山なりのボール返すやつ、これじゃない、膠着して、はあ、やっぱりリズムが、やっぱりパーンとこうパンというぐらいの返し方をしてる。返し方した。だからお宅の後輩の山本なんかはなかなかいいよ。あれ伸びるよ。これから来るんじゃないかっていうのを小川に期待してるんですけどね。西武。西武の小川の肩は強い。いいっすよね。あれは天下一品だよ。だリードとか、うん、そういうのはどうなんですかね。キャッチングとか。結局キャッチングなんかは、まあ、たくさん取れば上手になる。うん、リードもね、あのピッチャーさえ良ければそんなに、やっぱりいいピッチャーを受けないとね。キャッチャー育たん。まあ西武はいいですもんね。だからあの今井とか高橋光南とか平とか三本柱はいるよね、はいはい、で隅田とかおるから、はい、彼はそういう面では恵まれてるけど、自分がやっぱ若い子で追いて点取らないから、はい、どうしてもあの途中でピンチヒッターとされてる。まあそうですね。だから自分が最低2割5分やっぱり打てるようになると、うん、レギュラー取れるよね。なるほどですね、うん、だから告げもおったりいろいろするんだけど、はいはいはい、小賀の肩はコントロールは別にして、はい、天下一品だな。だからキャッチングがまだ下手だから、はい、ボール握れないからワンバウンドすごい多い、ショートバウンドが、うん、だけどあの源田うまいからうまいです、ね、何事もなかったのにさっと、はい、やっぱいいぞあいつうまいようまいですね。源田うまい、大工の源さんじゃないけどうまいよ源田。佐々木と組んでる松川。松川で佐々木がね、うん、春先、うん、松川が2軍にいたから、うん、フォークボールを投げるのにも、うん、なんか加減して投げてる時があったんですよね。佐藤だったからね。で松川が来てから、うん、やっぱ思いっきり腕が振れるようになったんですけど、うん、松川のキャッチャーとしてはどうですか。今年で3年目だけど、はい、3年目にしちゃうまいけど、はい、まだまだキャッチングが下手やな。下手で寄りすぎ。寄りすぎとは、こう構えたとこから動きすぎ。あ、もう少しこう、まあ、コースにこうやって構えるっていうことですね。すり足でちょっと動いて、あ、すり足で動けばもうこんだけ動いたらもう相当動くかね。これだけってね、うん、プロのピッチャーからしたら、例えばこれだけストライクゾーンが広かったことはもう手も足も出ない。もう楽勝ですよね、うん、だからちょっと動けばいいのに動きすぎ、うん、だから少しあの出すときに5センチぐらい寄っとくとか、すり足でちょっと、うん、伊藤がやってたようにちょっとするとか、うん、だからそういうのをちょっと研究したら、うん、そんなキャッチャー一番楽な職業よ。なんでですか。そりゃそうじゃないか。お座ってられるから。そういうわけじゃないでしょ。座ってるわけじゃない。でも一番ボール扱うじゃないですか。何言ってんのよお前。センターなんてで 100m 前毎回往復してないけど、キャッチャーなんて職場までお前11メートルしかないんだお前。スーッと、まあそういう意味ではね。で前あんたらお前今電車乗ったりなんかして学生で1分1秒死んでで、
音楽聴いたり、はいはいはい、ね、携帯ずーっとお前ようやるないぐらいわしゃったらこう目つぶってこれどくよ、はいはいはい、だからキャッチャーってしんどいと思ったらお前ずーっと球が来るからこれはもう帰ってまあリズムができやすいっていうんですかね。いやいやいや、ぼーっとしとることってね結構ね人間ってつらいのよ、うん、なんか本読んだりとか例えばなんかするじゃろうが、うんしますよ。あんただってこう新幹線で寝とる時以外はさずーっとぼーっと外見たら相当しんどいで。いやそう何かしてます、ね、長く感じるよ、はいはい、メール見たり何かしてますけど、ね、そうだろ。それと一緒ですよ。まあ達川さんその我々と同じような時代があったじゃないですか、うん、まあ、現役の時、うん、で今の時代と比べて、うん、いろいろ変わってきたと思いますか、攻め方。あのね昔の人はねやっぱり豊かでもそうだけど一球見てくる人多かったよ我々の頃はね。もう一球見てね、はいはい、次のボールが何来るか言って読んでくる人が多かった、はいはいはい、だから初球の入り方さえうまく気をつけて早打ち持ったよ、うん、もちろん屋敷のようにもう、はい、すぐ来たらすぐ打つやつもおったり清水とか早ただ、うん、その一球を見てそこからこうやって組み立ててくるのかなっていう想像はしてましたよね。読み合いでな、ね、例えばあの緩いカーブから入ったらさ、はい、これは早いの来るぞとか最終的にはここで来るのかなとかそうとかいう感じで。だから今の岡田監督でもフォアボールをヒットと同じあの査定にしたじゃない、はいはい、岡田監督自身が初球絶対打たんかったもん。まあそうですね、うん、だから過去にはね杉浦さんとか近鉄のあの小川さんもやんとか、はい、みんな初球打ってこなかったよ、はい、ね、原監督なんかどっちか言ったら早かった。もうまっすぐは絶対に初球から来てた、まあそうですね、ただ変化球は初球見逃してた、はい、外国人でもラミレスだってランナーいないと1球目打たないからね、はいはい、で次配球必ずガーンと打ったりする。だからそれぞれのやっぱり思考いうか考えがあるから、だからキャッチャーいうのはそれを見ない。近本なんかでも1打席目の初球から絶対打たないからね。打たないですね。でじゃあど真ん中投げりゃいいけど、ど真ん中投げるの怖いもんよ。結構そうですね、あれでも打つんじゃないかなと思って。でも最近、うん、やっぱピッチャーの質も変わってきてるじゃないですか。変わってきてる。やっぱ球が速いでしょ。速い。だからやっぱ打ってきますよね。追い込まれたら、はい、やっぱりフォークいうか、はいはい、特殊球投げるの多いから、はい、だから佐々木朗希なんかでも早く打つと、はい、でまあ私らは、まあ、ソフトバンクでヘッドコーチやってて大谷とやりましたよ、はい、ね、その時にやっぱり大谷の時にはストレート系統はもう絶対に行こうよ、うん、あの時まだフォークがあんまりなかったから、はい、まっすぐとスライダーだけだったから、だからストレート強いやつから行きよったよ、うんうん、今はもうねこのスイーパーがあるから。そういう面ではやっぱ配球も変わってくるんでしょうね。まあ一球勝負いう感じよね今は。でも一球で仕留める感じ。あ、昔は配球で仕留めるいう感じだったけど、うん、今は一球で、うん、高木豊はいかに一球で終わらすかという、うん、じゃあちょっと落ちるボールをキュッといったりとかするいう感じよね。だから早いよみんな。まあそうですね。でも追い込まれるともうどうしようもなくなるでしょ。なるこれがあるから。そうでこれも早いでしょ。早いし。だって100これで150キロ超えてるんですよ。それは昔はね、あなたら3打数目4打数目もう弱った先発ピッチャーからねヒット打ちよったけど、今もう弱ったら変わるわけで、ね、でそれも1イニングずつ変わっていくわけだから、まあ、それはねそれも先発ピッチャーより速いピッチャーが出てくるわけですから、ね、全部だんだん速くなるから。そうですね。昔はさあの先発日よりだんだん弱いの出てきよったから。いや本当そうですよね。まあ、言い方悪いんだけどリードしてたら打率稼ぎにもう必死だったもんなみんな、まあ、そうですね。なあ、あんたら3割かかっとるからさもう敗戦処理言ったら失礼だけど若いピッチャー出てきたらさ思い切り逆方向に打ちよったもんね。普通ならガーンと打つのに。いや絶対凡打できないですもん。もうこれ凡打したらもうなもうもったいない。エースに3打数0安打それで敗戦処理に出てきたやつからヒット打って4打数1安打で次の日新聞出とるもんな、うん、それは結果ですからね、うん、まあそれはしょうがないですけど。まあこの続きはまた読んでくださいよ。ただ最後ね聞きたいのは、はい、達川さんから見て、このバッターだけはやりにくいだろうなっていうバッターって今の現役のバッターでね。現役のバッターで、まあそうじゃね、宮崎あたりもやりづらいだろうし、やっぱ首位打者取って3割以上打ってるし、
近藤なんかもそうですね、あのやりづらいよな、追い込まれてもずっと逆方向打ったりするから、まあ、柳田なんかまだね、振ってくるやつはねなんとかなるけど、でも柳田も変わってきたでしょう、軽打するようになってきた、今年はもうね、去年ちょっと話したんだけど今年は相当やるよ、うん、今度は今年はねホームランを捨てたような言い方しよった、ホームランは打ちたいんだけど、あのとにかくあの塁に出ることを考えもうフォアザチームで、まあ、いつもフォアザチーム、あいつね荒いような感じだけど、はい、意外とあの緻密よ、うん、まあそうですよね、あいつとあのマッチが、はい、タブレットってあるんだけど、ソフトバンクのタブレットって試合が終わったらもう全部入ってるんだよ、うん、4打席その日の、まあ、一番データ見るって言いますよね、そうそう、めっちゃ見るよ、でプラス思考でねスコアラス行ったらすいませんヒット集お願いしますって、あイメージトレーニングですか、そうそうそう、うん、必ずヒット集見て、なるほど、で行く、で試合前もシートマーク終わったら裏でずっとティーショット、地元の時はすごい、やっぱり努力しとるよ、いや今の選手って本当バット振るし、よう努力しとる、よくやってますよね、わしらみたいになべちゃ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 話ししおらんわなじゃあそんなとこで終わりはよろしいようで伊藤さん今年もよろしく、はい、時々呼んでくださいよ、はい、いや呼びますよ、あもう帰るんですか、ちょっと今日ね明日広島帰らなきゃいけない、なるほどなるほど、またよろしく、はい、どうもありがとうございました、はい。